今回はローマ世界前半ローマにおけるポイントは五つ共和制、定政時代、東西分裂、キリスト教の成立、宗教会議、宗教対立です今回は前半の二つを扱っていくねそれぞれのポイントについて要点や流れが説明できるくらいを目指して学習を進めるのがいいかなでは行きます前1000年頃イタリア半島にラテン人の一派がティベル川のほとりに建設した都市国家がローマローマは最初先住民のエトルリア人を通してギリシャ文化の影響を受けていたんだけど前ロ 6世紀頃にエトルリア人の王を追放して共和制へと移行するこのローマにおける共和制では、貴族、パトリキと、中小農民の平民、プレブスの身分差があって、最高官職である任期1年2名のコンスル、失政官は貴族から選ばれていた。実質的に権力を握っていたのは元老院というところであり、コンスルを指導する形で権力を握っていました。元老院は立法機関であることも覚えておきましょう。ギリシャと同様、ローマでも、重装歩兵として国防に重要な役割を果たすように なったプレブスがが貴貴族族だけでのの政権独占にに不満を持つようになって平民と貴族の身分闘争が始まりまりす全5世紀には、元老院やコンスルの決定に拒否権を行使できる、平民出身の五民館と平民だけの民会である、平民会が設けられるようになる。法律も登場。法律は3つ暗記。最初は12標法。2番目はリキニウス・セクスティウス法。3番目はホルテンシウス法。だんだん平民の意見が通りやすくなる形で変化していくよ。12標法は、それまで常識やしきたりのような形になっていた。 た監修法を成分化してルールとして定めたという感じテキニウスセクスティウス法は全367年にコンスルのうち一人は平民から選ばれるようにするという内容の法律が決められますホルテンシウス法全287年に成立して平民会の決議が元老院の許可なしにローマ人の国法となることが定められましたホルテンシウス法では貴族と平民の力が政治上では同等となりますこうやって平民も賛成権を手に入れて参加できるようになるんですねと言っても非常事 時には独裁官ディクタトルが独裁権を行使できたり元老院が主導権を持っていたりしたのでローマ共和制においては貧富の区別がなく市民が政治に参加できたというのがギリシャの民主制と違うポイント前3世紀前半にはイタリア半島全域を支配することとなりますローマ人の支配の仕方はギリシャと違っていてポイントは分割統治とローマ市民権他のラテン人やエトルリア人南部に住むギリシャ人都市国家などを次々と征服していくんだけどもそれは征服された都市をローマと 同盟を結んでそれぞれ異なる権利と義務を与えます征服された都市同士が結びついて体制の転覆を目論んで一緒にローマを倒そうと近づいていくとなっていくこともあるかと思いきやそれぞれ権利や義務が違うということで必ずしも立場が一緒というわけではなかったんですそれに加えてギリシャのポリスと違って服属した住民の一部にローマ市民権を分け与えていてこのローマ市民権というのは兵役と民会への参加前回のアテネの時は参政権があるのは両親がアテネ人の18 以上の男子だったよねだけどローマは市民権の拡大に寛容だっただから非支配民たちも自分たちが土地を守っているという使命感と政治に参加しているという誇りも持ちやすかったのかなとそういうわけでローマは非支配民たちによる結束を防いで広い領域を支配することができたらしいそしてローマは地中海の西側を支配していたフェニキア人植民地カルタゴの勢力と衝突してポエニ戦争をするポエニ戦争は前264年から前146年3回戦争を行ったんだけど3回ともローマ の勝利第2回ボエニ戦争でカルタゴの将軍ハンニバルがイタリアに侵入してローマが危機に陥った。ところで、スキピオが活躍してローマが勝利する。ローマはその後東方にも進出していくんだけど、ローマの共和性に変化が現れるポイントは貧富双方が征服戦争を望んだこと、貧富の差の拡大中小農民たちが長期の征服戦争に駆り出された結果、農村は荒廃してしまいます。通常戦争と戦争の間には戦士は農民として農村で農業に従事するんだけど、戦争が多いとその。 農民が不在になることもあって農地がだんだん荒れていきましたそうなるとかつての農民たちは街に無産市民として流入してくる征服戦争の結果属州が増えているので属州から入ってくる安い穀物で生活するようになっていてこの生活を望む市民も増えていたんですねこれは一見いいような感じもするんだけど次の戦争までは街をブラブラしているとなれば軍隊の力は弱くなっていきます支配層も農村が荒れ果てても属州を支配することで豊かになっていったし荒れ果てた農村の土地を購入して奴� をを持っってててき大大大土地所有制ラティフンディアで大規模なな農場経営を行うようよににローマの非支配層も支配配層層もも外に拡大することを望むようになったこれがさらに進んでいくと、ローマ市民権を持つ者は比較的平等だったところが、貧富の差も激しくなってきて、政治のあり方にも変化が出てくる。そして、伝統的支配を守ろうとする罰則派と、無産市民や騎士が支持する平民派に分かれて争うことになる。さっき触れたように、農村の後輩は軍事力の低下にもつながるので、それを改革しようと。 グラックス兄弟が五民間に選出されて大土地所有者の土地を没収して無産市民に分けようとするんだけど当然地主の反対にあって失敗政治家たちによる争いの時代に入っていきますそのなんやかんやで戦う時代が1世紀ほど続くんだけどこの時代を内乱の1世紀と言います全1世紀に入ってもまだ戦いは続いていて平民派のマリウスと抜族派のスラはそれぞれ紙幣を募って対立しますイタリア半島でも全91年から88年に同盟史戦争が起きます この同盟史は市民権が与えられていなかったため、ローマ市民権を求めて反乱を起こすというもの。前7 3年から前7 1年のスパルタクスの大反乱。当時のローマには動物と人間や人間同士で戦う様子を観戦するというエンタメがあって、そこで遣唐使だったスパルタクスが仲間を率いて反乱を起こしたというのが、このスパルタクスの大反乱。こういった混乱を武力で鎮圧したのが、ポンペイウス、カエサル、クラッセス。彼らは私的な政治同盟を結んで、元老院や罰族派と対抗して政 経験を握ったんだけどこれが第一回三島政治と呼ばれるクラススは早めに失脚ポンペイウスは結局元老院と結んでカエサルを殺そうとするんだけど失敗という形でこの第一回三島政治は終わりますカエサルはガリア遠征を成功させて実権を握る演習から大人気だったところに元老院を無視するような姿勢を見せたためブルートゥスという人に暗殺されてしまいました前43年カエサルの部下のアントニウスとレピルスそしてカエサルの養子オクタビアヌスが再び政治同盟を結んで 抜族派元老院に対抗しますこれを第2回三島政治と呼びますもともとアントニウスとオクタビアヌスが対立していたところにレピドゥスが仲介に入る形でこの同盟は結ばれましたアントニウスはオクタビアヌスの姉オクタビアと結婚していたんだけどクレオパトラと恋に落ちてしまいますそしてオクタビアヌスは前31年アクティウムの海戦でアントニウスを討ちプトレマイオス朝も同時に滅びてしまいましたこのプトレマイオス朝の滅亡までがヘレニズム時代ここからは帝政時代の話をし いいこうと思います帝政時時代代は主主に3つにつ分けられる1元首制制制軍人皇帝時代3先君では話していくね。オクタビアヌスは前2 7年に元老院からアウグストゥスの称号を与えられる。彼はカエサルと違って元老院など共和制の制度を尊重して、そして市民の中の第一人者プリンケプスと自称。まあ、とは言っても実質自独裁者的な形であらゆる要職についています。この政治を元首制プリンキパトスと言って事実上の皇帝独裁の形でした。 ここから約200年間、ローマはとても平和な、ローマの平和、パクス・ロマーナと呼ばれる時代に入ります。戦争もなくて結構平和な時代が続いていて、特に、ご検定の時代においては、ローマの最盛期と言われています。ご検定は2番目のトラヤヌス帝と最後のマルクス、アウレリウス、アントニヌスを暗記。トラヤヌス帝の時、領土は最大となって、道路や水道が整備された都市が各地に作られます。都市開発が進んだ都市の中には、現在でも近代都市として発展していった都市も多いです。例えばロンド ローマは都市の上層民にはローマ市民権というのを与えていて、カラカラ帝の時には212年にそのローマ市民権は帝国の全自由人に与えられました。御検定最後のマルクス、アウレリウス、アントニヌスの時に財政の行き詰まりが始まって各族衆が独自に皇帝を出して元老院と戦う軍人皇帝時代になります。内部の混乱だけでなく移民族の侵入などによる混乱もあって、軍事力の増強の必要性があり、都市の民衆たちは重税を課されるようになり、 会えなくなっちゃうと都市を去って田園に大所領を経営するという人も出てきます彼らは都市から逃げ出した仮想市民をコロヌスまあ、戸作人として大所領で働かせてこういった生産体制のことを戸作成コロナトスと呼びますこのコロナトスはかつてのラティフンディアにとって変わりましたはい今日はここまで次回はローマ世界の後半やっていきます